教職教養トレーニング動画第5回教育心理1の講義を始めます。講師の古川ですこの講義ではテキストの2ページ3ページの発達の基本問題を解説します。問題を解いいてからご覧くださいでは2ページの基本問題の1から始めます。 基本問題の1次の文に関連する人物を選べということで発達理論と重要人物の関連を求める問題です非常に典型的な問題ですのでまず問題行きましょうキーワードを見つけることがまずポイントになりますここには1から5まで問題文が挙げられています そして下に丸の1から丸の,5の人物これを結びつけるわけなんですがキーワードを見つけようということで各選択肢のキーワードを上げてみるとこんなものになるかと思うんです。は発達課題2遺伝要因と環境要因の2つの影響が加算されたものさらに3は劣等感の克服四番が エエゴゴスーパーパそして5環境の質もうこのようなキーワードだけでそれが誰の理論誰の研究成果なのかが結びつけられるといいんですね。では具体的に見ていきましょう。は発達が順調に進むには発達段階ごとに達成してほしいことっていうのがあるんです。 で,これが発達課題でアメリカの中流社会を念頭に置いてこれを提唱した方ハビ・ガースト発達課題と言われたらハビガーストという人物を思い起こしてほしいのです。で括弧2と括弧5は遺伝と環境の影響に関する問題でした遺伝と環境そうすると4つの人物4つの理論が出てきます。 これを簡単にまとめたのののがこのスライドの表です発達が遺伝で決まってくると指摘した人がこれがゲゼル一方環境だこれがワトソン全く正反対のものだったわけですね。で遺伝説のゲゼルは時期が来ればおのずとできるようになるということで発達の遺伝説あるいは成熟説と呼ばれています。一方の環境説 経験説とも言うんですがワトソンが経験を変えればどのような人にもなれるどのような人物にでも作り変えることができるこんな魅力的な研究成果を指摘したんですただ遺伝か環境かというのはあまりにも極端ですね現実問題考えれば遺伝も環境もどちらも大事そうなりますとその折注案が出てきます2つ シュテルンの副層説とジェンセンの環境域地説で上の方シュ,シュテルンの方は遺伝とと環境がが加算された結果が発達となって現れるまああえて言えば遺伝と環境の量その,量あの寄与する量によって発達が規定されてくるんだというものだったわけです。 それに対して前線の環境適地です。こちらの方は遺伝的可能性が発現するには環境の質が重要ですから、環境が劣悪であっても発現するものもあれば、環境が極めて豊富でなければいけないものもあるよということで、遺伝と環境の相互作用と言ったりもします。それが環境適地説。この四つの比較がきちんとできればいいわけですね。 3と5は、えー、と見ていただくと人間の発達に根源的なエネルギーを想定したのがフロイトでフロイトの弟子とたくさんいるんですがその中の一人アドラーっていうのがここででは出てきてきるんですまずフロイトの方ですが心の中に「井戸」「エゴ」「スーパーエゴ」という3つの部分を想定しました。 で意図というのは自分の欲求を優先しようということで快楽原則と言ってますそれに対してエゴはそんなこと言っちゃダメもう世の中現実をもっと見なきゃダメだよということで現実原則に従おうとする自己の部分ですそれに加えてスーパーエゴこれは経験に伴ってまあしつけなどによって培われた道徳性を担うもの この3つの力関係で私たちの心のありようが決まってくるというのがフロイトだったんですで、フロイトの考えているエネルギーこれかなり性的なエネルギーセクシャルなエネルギーを想定していたのでそれに対する反発が何人かから生まれましたもともとは弟子だったんですけどもあまりに極端な考えについていけなくなったんでしょうそしてそのうちの1人これがアドラー アドラー最近本屋さんでたくさん本が出てるかもしれませんけれどもキーワードとしては劣等感劣等感を克服しようという権力への意思これが発達のエネルギーになってるって言ってます。じゃあ基本問題の2番いきましょう。 発達に関わる事項について述べた文として正しいものを選びなさいということでいろいろなキーワードができてきますからそれを正しいかどうかきちんと把握できるように判断できるようになってくださいこ。こでもやっっぱりキーワーワドを見つけることが大事になってきますそのキーワードを挙げてみますと1234選択肢があるわけですが文章。は解決可能な水準 自力でで解決できるものっていったらそれは準備が整っているかどうかということですからこれはレディネスの説明であのこのレディネスと解決可能な数字のズレっていうことをこの問題文では言ってますので単なる準備ではないのでこれは関連しているわけではない一方括弧2の方これは一定の時期が来ると一定の時期に体験することが大事だ重要だ。 いつやってもいいわけではない早くても遅くても駄目だよということでこれが臨界期の説明インプリンティングの実験なんかでよく説明がなされると思います早くても遅くても駄目だということでこれは関連あり一方括弧3番見てみましょう温かい養育を受けることで健全な発達が遂げられる。 アタッチメントの説明かなと思うんですがここで挙げられているキーワードはモラトリアムモラトリアムというと大人としての責任とか義務を果たすのがあの必要なんですが今はいいよということで青年の時期に与えられたその責任とか義務の猶予期間のことですから温かい養育とは関連していませんで。ね4中学生の女子 といいった時にろろな仲間関係を考えてみてみください中学生の頃誰と遊んでいましたか特に女子中学生そうすると非常に緊密な集団を作ってそこの集団にいられないとまあ生きていけないぐらいの集団。類同性といういわば似たた者同士の仲間だったんですねでもピアグループというのはこれは実は今の皆さんの集団です。 いいろろな考えの人同性だけじゃなくて異性も含めたより広い集団での仲間関係ということでキーワーワドと名前が合ってませんそうなるとこれだけでもう正しい選択しなければいけないものは2ということが分かるかと思うのです。このように関係しているかしていないかをきちんと見極めてほしい。 ビゴツキがてきががてたのの発達の接領域レディネスは準備性と訳す一方あの臨界期これ先ほどお話ししたみたいなインプリンティングのものでしたで温かい養育アタッチメントアタッチメントというような温かい養育が作られていない状況これがマターナルデプリベーションボールビーの言葉でした。中学生の女子は 実は3つある発達的に見た時のグループの真ん中のところチャムグループ最も有名なのがギャンググループ皆さんご存知かもしれませんギャンググループは小学生の時小学校の高学年の頃トトーシューなんて言いました似た者同士なんですがギャンググループはどちらかというと男の子に多い男の子たちが秘密基地作ったりするあれがギャンググループチャムグループはもっと緊密の緊密。 非常に排他性が強い私たちの仲間あなたたちは違いますよっていうような女子中学生に多く見られるチャームグループそして大人になってのピアグループこんな形に分かれてくるんです。3番目はピアジの問題これはもう典型的な問題ですから分からなければ困るところなんですね。で4つの発達段階がありました。 感覚運動器全操作器具体的操作器形式的操作器そのキーワードをここには挙げてみました。で問題文4つありますね。はこれ循環反応の説明文ですガラガラというおもちゃを振って子供たち赤ちゃんたちがニヤニヤニヤニコニコ楽しく遊んでるあのような同じような反応を繰り返し繰り返しやりながら,やりながら環境に働きかけるあれ循環反応。 一方括弧2はこれは仮説演劇の説明これができるのはもうかなり高等なので形式的操作機になってくるでしょう三つ目がアニミズムこれはすべてのものに命や意識があるという考え方これこそが全操作機の特徴になってきます括弧4は自己中心性から脱却するということで脱中心化 この表のキーワードを覚えていただければ、それぞれの発達段階が何を表しているのか、どういう状態なのかがお分かりになるかと思うんです。基本問題の4番ですね、次の文に関連する人物を選んでくださいという問題です。 ここでもキーワード1から6の六つの文章があるんですが1は親の養育あるいは養育態度っていう言葉があったらもう人物は特定できるはず2追従する性得的行動3が病院に入院すると発達が遅れちゃうよ4行動の是非結果意図。 5慣習的水準そして6番が身体発達4つの型になってますねじゃあ見てみましょう1親の養育態度というとこの図これを皆さん覚えてますか縦軸支配服従横軸需要拒否それの組み合わせによって過保護型甘やかし型無関心型残酷型この図これをしっかり覚えてください これがサイモンズの研究ですなかなか覚えるの難しいと言われますで、皆さんは自分がどのパターンでどの型で育てられたかって考えていただければいいかと思うんですほとんどの方が過保護型もしくは甘やかし型じゃないですかもしも自分は甘やかされたってんだったら私はここそうなのとあと3つ覚えるだけで比較的簡単に覚えられるのではないですか かっこ2が追従する正徳的行動先ほど出てきたインプリンティングの研究ですインプリンティングと言われたらローレンツなおインプリンティングは刻印付けあるいは擦り込みという形で出てくることもありますからどの言葉で出てきてもわかるようにしておきましょうかっこ3病院に入院すると発達が遅れるこれは ホスピタリズムという言葉でスピッツって人が指摘したものです病院に入院するとどうしても親子が離れ離れにならなければいけないそうするとお母さんが本来24時間専属で見てくれるものがそういう状況に置かれなくなって心身ともに発達が遅れてしまうんですこれがホスピタリズムです4番「行動の是非」とかこのような言葉これ道徳性のキーワードなんですね。 道徳性の発達というとピアジェとコールバーグ2人を思い起こしてくださいピアジェの方は結果が全て目で見えるものが全ての段階からあの人何考えたんだろうっていうような結果論から動機論に変わってきます一方コールバーグは生涯にわたり変化を指摘し 慣習というものを中心に据えて慣習に従わない従えない全慣習的水準から慣習が絶対という慣習的水準そして高慣習的水準この3水準6段階といったらこれがコールバーグになってきます。で身体発達はこの4つのパターンリンパ型神経型一般型生殖腺型 この4つのパターンがどのグラフを表しているのかを見ていただければいいでしょう最後自我の発達自分というものはどうやってできてきたのかなで、この中でキーワードが第一反抗期と第二反抗期それぞれの時期が違いますねでさらにはキーワードを覚えておいてください第一反抗期は自我の芽生え第二反抗期が自我の確立です そして自分が何者なのかを自問自答するこれエリクソンがとっても重要視したものですね同一性の確立自分のことを客観視できた状態から見出せなかった状態反対側が同一性の拡散そして大人になるためには自分というものを見出しながら親離れをしなければいけないこれが心理的離乳でホリングワースの言葉だったわけですこのように人と業績をうまく結びつけていただければ 基本問題のところはほぼ解決できるのではないでしょうか。